愛媛県が生産量日本一を誇るキウイフルーツの収穫が西条市で始まりました。JA 東洋園芸館内の農家が果肉の黄色いゴールドキウイのもぎ取りに精を出しています。西条市丹原町今井にある選果場では27日選果作業が始まりました。 JA 東洋園芸によりますと、今年の出来は上々ですが、生産量はキウイフルーツ海洋病 PSA3 系統の発生による木の全伐採や夏場に雨が多かったことによる根腐れなどの影響で、2013年のおよそ630トンより1割ほど少ないおよそ550トンを見込んでいます。